よう、旅人じゃないか。久しぶりだな。今日は何が食いたい？黒瀬鈴木の唐辛子煮込みだ。はいよ、そこで待っててくれ。すぐ作ってやる。ありがとう、大師匠。ちょうどあなたたちのことを考えてたところなんだ。私たちの心って通じ合ってるのかもね。あ、なんだ、シャンリンはオイラたちのことを探してたのか。うん、ちょうど相談したいことがあってね。ここに来る途中に街中を見たでしょ。今リーユエは月酔い祭の準備をしてるんだ。月酔い祭、それもリーユエの伝統的な祭りなのか。そうだよ。月酔い祭は私たちリーユエ人が秋の名月を祝うための大きなお祭りなの。おじいちゃんやおばあちゃんたちの話によると、数千年前の仙人たちはこの時期に先導を追い求めてたんだって。今は昔と違って、月酔い祭期間中はたくさんの美味しい料理を食べて、友人や家族と会い、月や花を鑑賞するって感じに。そんな大層なものじゃなくなったんだけど、でもみんなが楽しめるし、その方がいいよね。オイラにとっても楽しそうな祭りだな。パイモンは美食家だから、きっと月酔い祭を満喫できると思うよ。どい、オイラの味覚に何か問題があるっていうのか。そうだ、二人とも今時間空いてるかな。私、今年の料理王決定戦に参加するんだけど、二人には私の相談役になってほしいの。それはいい。友達からの助言は新しい発想を与えてくれるもんだからな。料理王決定戦？リーユエにはそんな大会があるのか？ああ、そっか。まだ知らなかったんだね。毎年、月酔い祭にはテーマがあってね。七星がそれを決めてるの。今年のテーマは、食と参加。七星はテーマに合った催しを、つまり料理大会を開こうとしてるってわけ。食と参加、美食と故郷の景色か。いいテーマだな。うん、私もそう思う。陽光さんが考えたんだって。さすがだよね。あの人って普段からいろんなこと考えてるみたいだし。料理王決定戦に参加したいんだけど、実を言うと新しい料理が全く思いつかなくて、これだっていうものがあってもそれを毎回味見するのも大変だし、あれこれ悩んでたらどれがいいのか分かんなくなってきちゃってね。そこで二人には料理のアイディアを集める手伝いをしてほしいの。普段の考えに縛られることなく、いろんな人から話を聞いて、今回の料理には様々なアイディアを詰め込みたいんだ。お安い御用だ。オイラたち友達が多いから楽勝だよな。お、自信満々だね。ひひ、それほどでも。じゃあ注文したものを食べ終わったら、リーユへの友達を探してそいつらに話を聞いてみようぜ。うん、期待してるよ。グオパーが戻ってきたらみんなで出発しよう。お待たせ、黒瀬鈴木の唐辛子煮込みだ。うわ、いい匂い。遠慮せず食ってけ。うん、うまい。やっぱりこういう天気の日はピリ辛料理がぴったり。うちのシャンリーは世話が焼けるだろう。外にいるときはどうか面倒を見てやってくれ。もうお父さん、そんな言い方ないよ。お前のことは俺が一番よく知ってる。外で好き放題せずに、旅人のことをよーく見習うんだぞ。安心しろ、オイラたちは友達だもんな。助け合うのは当然だ。ゴーパーが戻ってきたみたいだね。外ででんぐり返しして遊んでるみたい。じゃあ準備ができたら出発しようぜ。面白いアイデアだったらフータオに聞くのがいいんじゃないか。
きっとあいつならオイラたちの期待を裏切らないと思うぞ。クーターのところに行ってみよう。ん？誰か私の名前を呼んだ？なんとパイモンちゃんと旅人じゃない。それにシャンリンも。確かにクーターなら適任かも。話が見えてこないんだけど、私に何か頼みたいことでもあるのかな？クータオ、あなたの好きな料理を教えてくれる？料理？突然そんなこと聞かれてもパッと答えられないな。クータオも言葉に詰まることがあるんだな。珍しい。どんなにお利口な鳥でも閉店時間があるのは当然でしょ。私もそうなの。鳥閉店、早速何言ってるんだ。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。今いろんな人にそれを聞こうと思ってるの。なるほどなるほど。新しい料理でも作ろうとしてるの？それならあまり変な料理は作らないでほしいかな。水煮魚、それからエビ蒸し餃子があれば十分。水煮魚にエビ蒸し餃子、なんだか普通すぎじゃない？普通だけど普通じゃないよ。考えてみて。水煮魚は熱々ピリ辛で銅の料理。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は聖になるの。どう？わかるかな？どう？あ、動く料理は得意だよ。キノコとスライム。そういうのじゃないって。料理は物でありながら独特な雰囲気があるでしょ。水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激する。つまりどう？エビ蒸し餃子は透き通っていて優雅な香りを漂わせてる。つまり聖。銅と聖を組み合わせることで梅にウグイスのように絶妙な仕上がりになるんだよ。理屈はよくわからないけど、なんだかそれっぽい。銅と聖が相まって絶妙な仕上がりに。野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことか？その通り。ただ食事には甘いものが出ないこともあるからね。その部分は私がうまく簡略化しておいてあげたよ。そういうことだったんだね。最初は冗談に聞こえたけど、うん、いいヒントになるかも。さすがフータオ、ありがとう。でたらめな理屈を言うことに関しては講談師もフータオには勝てないだろうな。まあ褒め言葉として受け取っておくよ。ほう、やっぱり旅人は分かってるね。天地万物生じる天、味覚いろいろ、それぞれに規則があるの。分かる人には分かるんだよ。これが旅人もそういうのなら、これはちゃんと参考にしないとね。じゃあフータオへの質問はこれくらいにして、次はフボクロに行こう。フボクロ、まあ、あそこの人なら面白い答えが返ってくるかもね。あ、二人とも、どうしたの？おや、珍しいね。今日は暇なのか。どうは？白術が変な声になっちゃったぞ。こら、首を見ろ。あ、なんだ、調整が喋ってたんだな。皆さん、今日は薬をもらいに来たのですか？いや、今日はお前らに話が聞きたくてな。料理について質問しに来たんだ。私、今度料理大会に参加するの。そこで二人に、あ、いや、三人の好きな料理を教えてもらいたいんだ。へえ、小娘にしてはよくわかってるじゃない。わかった、手伝ってあげる。好きな料理？全部同じ味しない。ナナの味覚には少し問題がありまして、味がわからないのです。皆さん、どうぞお気になさらず。大丈夫、
そのことは私も知ってるから。それでもナナにだって好みはあるでしょ。どんな感じの料理が好きなのかな、教えてくれる？どんな感じ、食感、うん、食感はある。冷たいココナッツミルクが好き。ココナッツミルクは飲み物だから参考にならないよな。あなたたちは好きな料理を教えて。私は食べやすい肉料理が好みだ。私も長生と同じですね。ただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人で、そういった人たちにとって大きく切り分けられた肉や海鮮は噛みにくく消化に悪かったりします。料理を細かく切り分けていればそれもだいぶ良くなるんですけどね。それから風邪をひいた方や喉を腫らしてしまった方も多くいらっしゃいます。そういう方々ですと脂っこい料理は食べにくいので、栄養面も考慮しつつ汁物をよく勧めたりしていますね。なるほど。例えば薬膳料理とかかな。薬膳は苦手。すみません、ここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので少々考えが偏ってしまいましたね。もっともそうなったのもここ最近の気候変動が原因なのですが。でも参考になる話だったと思うぞ。季節のことを考えて、さらに年齢問わず美味しいと感じる料理がいいのかもな。薬膳料理は家庭料理よりも栄養を考えて作られてるの。普段私は薬に重点を置かないけど、今回は大会だからね。味と健康をうまく両立すればきっと評価も上がるはず。深みがあればもっと良くなる。みんな喜んでくれる。とっても参考になったよ、ありがとう。うん、役に立てて嬉しい。さすが先生だね、視点が違うもん。すごく勉強になったよ。そんなに褒めないでください。人からの助言をちゃんと聞くとはいい料理人だ。シャンリンは料理の研究が大好きだし、まさに料理に人生を捧げてるって感じだよな。人にはそれぞれ趣味があるでしょ。私の場合はそれが料理だっただけだよ。いつもは一人で新しい料理を考えてるんだけど、今回はいろんな発見があって楽しいな。絶対みんなが驚くような料理を作ってみせるよ。ためになる話が聞けてよかったな。よし、この調子でどんどん聞いていこうぜ。変わった考え方をする人、思いやりのある人には聞いたから、次は舌が肥えてそうな人に聞いてみよう。あら、旅人とパイモン、それにシャンリン。久しぶりね。お、あんたらか。どうしたんだ、何かあったの。地面に大きな石があるぞ。話すと長くなるの。ひとまずこの得体の知れない石は私に任せてくれるかしら。異論はないわよね。国政の仕事は早くて丁寧だからな。もちろん異論なんてないさ。その言い方、私の手腕に不服があるように聞こえるんだけど。おいおい、国政は雨風の中いつも外をかけてるだろ。あんたとはだいぶ違う。それにこの件についてあんたは初めから気にしてなかった。そうムキになるなって。冗談よ。あなたが私の冗談を真に受けるから、旅人が変な目で見てるじゃない。そんなことないわ。石のことが気になるんでしょ。なら、大航海士の北斗船長に教えてもらうといいわ。この女。まあいい、見てみろ、大きな石だろ。それに表面もツルツルだ。多分中にはお宝が眠ってるんだと思うぜ。これは漁師が浅瀬で釣り上げたの。見た感じ
何年も海の中に沈んでいたようで、海流によって表面が磨かれたみたい。私物化できないような代物は公的機関に届けられるわ。私たちのところにあれば彼らも何かと安心できるしね。石の中には何があるの？割ることができないか、刀とか棒でいろいろ試してみたんだけど、びくともしないのよ。この石、見た目以上に頑丈みたい。刀や棒でもびくともしない石。ここまでの話を聞いた感じ、なんだかすごそうだな。で、意外にも国政がこの巨大な石を気にしていてね。だから彼女に任せることにしたの。とりあえずこのことはまた後で考えることにするわ。それより君たちはここに何か用でも？おお、そうだった。実はここにいる全員に聞きたいことがあるんだ。まさか何か大変な事件でも起きたの？そういうのじゃないよ。もうパイモンってば大げさなんだから。ここへは食べ物の好みを聞きに来ただけなの。食べ物？いきなり変な質問ね。私の好みは簡単だわ。性、感、純、才であれば十分。それって簡単なのか？四文字でまとめられるのだから簡単じゃないかしら。海の上で数週間過ごせばそのわがままな金持ち気質を叩き直せると思うぞ。北斗姉さんは？私か？新鮮で熱々な料理なら何でもいい。それが辛ければなおよしだ。酒のおつまみは？もちろん好きだ。私はやっぱり海鮮が一番かな。なるほどなるほど。海鮮と熱々料理、そして青函純菜。そうとも限らないよ。旅人、エビのポテト包み揚げって知ってるよね？あ、大好物だわ。この料理はエビをきれいに洗って細かく切ったジャガイモで包んだ後、鉄鍋を使って油で揚げるの。創意工夫が凝らされた料理なんだ。精巧な見た目で、盛り付けは簡素、香りは芳醇で、作るには繊細な技術が必要。陽光さんが言ってた4文字ともぴったりだと思う。なんだか料理に対する理解が深まってきたな。あの有名な言葉ってなんだっけ。いかに変化しようとその本質は一つってやつだな。うん、まさにその通りだわ。エビのポテト包み揚げは美しさと味を兼ね備えた素晴らしい料理よ。うんうん、なるほど。国政はエビのポテト包み揚げが好きなんだね。そこまでは言ってないわ。国政の好みを聞けてよかったな。よし、3人の意見を聞けたね。みんなありがとう。ちゃんと参考にさせてもらうよ。ところで旅人とパイモン、この後空いてるかしら？私と一緒にこの石のことを調べてほしいの。おお、人にはそれぞれ得意分野があるしな。その点オイラたちは調べ物が大得意だから任せろ。私たち七星にはこれについて両親に説明する義務がある。それに私も個人的に確認したいことがあってね。だから君たちみたいな頼りになる助っ人に手伝ってもらえるとありがたいの。月酔い祭の由来はもう知ってるわよね。この伝統ある祭りについて私は別の考えを持ってるわ。私の祖父はね、リーウェの伝統文化を研究する学者だったの。祖父の手記を読むと、古代のリーウェにはかまど神なるものがいて、人々は決まった時期になるとこの神を祀っていたと書いてあった。かまど神に関して記された本はもともと少なく、内容も非常に錯綜しているわ。かまど神は岩王帝君だと主張する学派もあれば、別のものだという学派もある。さらにかなり昔の人々がかまど神を祀った祠を見つけたんだけど、
そこには心臓がなくて、表面が滑らかで巨大な石が置いてあったっていう奇妙な逸話もあるの。その巨石は後の輸送中に紛失し、今も所在が不明でね。そして偶然にもこの石が同じ特徴を持ってる。もしかしたらこれは当時亡くなった石なのかもしれないわ。祖父は古文書を長年研究し、かまど神を祀った行事がかまど神祭と呼ばれていたのでないかと仮説を唱えたわ。そしてその祭りは月酔い祭の元となっているものかもしれないの。それを証明するためにはかまど神の正体を知る必要がある。元王帝君が亡くなった今、リーウェは人間が治める時代へと移り変わったわ。元王帝君がそうであったように、子孫である私たちも文化ある伝統を大切にしなければならない。だからこれは私がやるべきだと思ったの。正しい歴史を知り、伝統を広め、祖父の仮説を立証することもできる。まさに一石三鳥ね。この石が私たちの元に届いてもう 2,3 日になるわ。これが釣り上げられる前に、私たちは今年の月酔い祭のテーマを食に決めていてね。もしかしたらこれは典型なのかもしれない。なんかすごいな。さすが国政。大丈夫だよ、大事なようなんでしょ。私のことは気にしないで。私はただ、いいこと思いついた。ちょっと、いきなり大声出してどうしたのよ。国政、私も連れてってよ。けど、かまど神の調査なら料理に関する手がかりが見つかるかもしれないでしょ。もしそれが料理大会に使えるものだったら、アイディアとしてはこれ以上のものはないもん。お願い、一緒に連れてって。きっと役に立つから。そこまで言うのならいいわよ。本当にありがとう。国政って優しいね。じゃあ早速出発するわよ。警察層には古書が数多くあると聞いたわ。まずはそこに行って話を聞いてみましょう。よし、それじゃあ警察層へレッツゴー。弱心ばあちゃん、聞きたいことがあるんだ。警察層に古書はあるか。すっごい古いやつ。古書かい。確かあそこに飛雲商会の古い倉庫があるんじゃが、あの中には家に入りきらなくなった本がたくさんあるそうじゃよ。飛雲商会の坊ちゃんも時々ここに来て本を読んでおる。飛雲商会の坊ちゃんって行く秋のことかしら。あいつの家の倉庫か。行ってみようぜ。書庫の掃除をする日に限って、まさか泥棒に会うなんて。大丈夫？助かりました。僕は大丈夫です。おや、その服装からすると、君は旅人ですか？それにそちらは、国政さん！お会いできて光栄です。そうかしこまらないで。ここは、飛雲商会の古書を保管してる倉庫だと聞いたんだけど、かまど神に関連する古書があるかどうか知っているかしら。かまど神？あれ、かまど神は元王帝君だと聞きましたが。え、そうなのか。研究者の友達から聞いた話です。料理に必要な炉の火はかまどによって燃え上がり、そしてかまどは岩石の積み重ねによって作られたもの。これを元王帝君の恩恵だと信じる人がいます。そういった方々は元王帝君がかまど神だと思い込んでいるようです。確かに一理あるわ。それに関する書籍は何かあるのかしら。それは私に聞かれましても、坊ちゃまに聞いてみます。僕に何か聞きたいことがあるのかい。ちょーん、それに翌秋。やあ、こんにちは。二人ともどうしてここに。暇だったからね。
ここで本を読もうかと思って趙雲と一緒に来たんだ。僕はただついてきただけだ。まさか幽閻国政もいるとは。何か重要な用事でもあるみたいだね。行く秋坊ちゃま、聞きたいことがあるんだけど、この書庫にかまど神に関する書籍はあるかしら。この書庫の整理をしたのは僕だからね。所蔵されてる本はある程度把握しているよ。僕の記憶が正しければ、この書庫にあるリーウェ神話周囲という本の中にかまど神のことが書かれていた。それ借りることは可能かしら。ああもちろん、よければ僕が案内しよう。アショ、ここは僕に任せて、君は自分の仕事に戻ってくれ。見つけた。どうだ、探してた内容は見つかりそうか。うん、行く秋坊ちゃまの記憶力は大したものね。リーウェ神話周囲にはかまど神に関する記載があったわ。ただ本には竜のような体躯であり、太陽を覆うほどの長い尾を持つ、爪は火を操り人間に知恵を授けた、この恩寵を受けし凡人は火によって食材を調理し暮らしを良くした。竜のような体躯、岩王帝君の伝説と一致するね。ええ、でもかまど神に関する内容はこれのみ。もっと知りたければさらに調査が必要みたい。書庫からは他に手がかりが見つからなさそうだわ。他を当たりましょう。僕の家は砲術の家系だ。かなりの数の古書を所蔵しているのだが、かまど神と聞いて少し思い当たる節がある。かつて霧州に現れたという伝説があるそうだ。真偽は不明だが。本は人が書いたもの、人の考えがそのまま本に記録される。考え方は人それぞれだ。だから本にある記述もそれぞれ異なる。残念だけど、これ以上は力になれそうにない。うん、十分よ。リーウェは広く神秘に満ちている。かつて存在していたものであれば必ず痕跡を残すわ。根気よく調査していけば何かを得られると思う。二人ともありがとう。私たちは他のところを探してみるわ。ちょっと待って、私も聞きたいことがあるの。行く秋、趙雲、あなたたちの好きな料理を教えてくれないかな。料理？まさかあの料理王決定戦に参加するのか。そうだよ、そんなに驚くことじゃないと思うけど。シャンリー、あの大会はとても重要なものだ。頼むから変な料理で参加しないでくれよ。変な料理って何よ。キノコとスライム炒めのことじゃないかな。確かにキノコとスライム炒めの評判は悪かったけど、だから頑張っていろいろ調査してもっと理解を得られる魅力的な新しい料理を作りたいの。そうだったのか。それなら僕は冷菜がいい。それって趙雲は熱くて辛いものが食べられないからだろ。確かにそうだね。僕は薄味が好きだからさっぱりとした料理がいい。旬の野菜を使った汁物、魚介の蒸し煮、煮物、このあたりが好きだな。オイラのイメージとぴったりだ。ふむふむ、行く秋は薄味派ね。覚えておくよ。それぞれの好みを言っただけだけど、本当にこんなので参考になるのか。もちろんだよ、みんな私のお客さんでしょ。お客さんに笑顔を届けるのが料理人の使命なんだから。シャンリンは新しい料理を作るときによく突拍子もないことをするけど、その初心は変わってないんだね。美味しい料理を作れる料理人はきっとシャンリンのように純粋で心豊かでお客さん思いの人なんだろうな。いきなり褒めるなんてなんだか照れちゃうよ。ああ、時間を取らせちゃってごめんね。聞きたいことはこれで全部だよ。調査の続きをしよっか。国生、次はどこに行くんだ。
そうね。かつてかまど神は霧州に現れたと言っていたけど、今の霧州は誰も訪れない荒野なのよね。近くに防除旅館があるから、そこで話を聞いてみましょう。それじゃあ、うまくいくことを祈ってるよ。頑張ってくれ。もし何か困ったことがあれば手伝うからな。よし、防除旅館へ出発。旅人、そしてお前たちは？オイラたちの友達だ。シャンリン、グーパー、それにコクセイ。コクセイ、リーウェ七世のあの。こんにちは。いやいや、俺のような一般人がユウヘンみたいなお偉いさんと会うことなんてないから。健康的な体に筋肉質な手首、そして誠実そうな目、腕のいい料理人っぽい。わざわざ防除旅館に来るとは何か用事でも？ええ、実は。なるほど。一説によると、かまど神は霧州に姿を現したことがあるの。防除旅館はここ一帯で最も歴史ある建物だから、それに関する古書があれば保管してある可能性も高いでしょ。それでこの旅館に書庫があるか教えてほしいの。それとその中にかまど神に関するものがあるかどうかも。ああ、そういえばうちには古書が数多くあるな。俺もその中からレシピを掘り出したことがあるんだ。ただその古書がどこにあるのか思い出さないと。ちょっと探してみるから、ここで待っててくれ。そうだ旅人、お前に相談したいことがあるんだ。え、まさか村を取るつもりなのか？俺らの中だ、村はいらん。ただもし時間があったら満足サラダを作ってほしいんだ。どうして満足サラダを？旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。声が大きい、聞こえたらどうするんだ。おお、すまない。とりあえず誰のことかお前らが分かったならいい。オーナーにあいつの面倒を見ろって頼まれたんだ。だが彼は毎日のように外へ行ったり野宿したりしていて、それが難しくてな。杏仁豆腐以外あまり口にしないし。オーナーから聞いたんだが、お前の作った満足サラダをかなり気に入っていたようだ。どうやって作るのか教えてくれないか。俺も作れるようになりたい。ショーのために作るのか。お前いいやつだな。まああいつはずっとここにいるんだし悪くはしないさ。じゃあ早速探してくる、待っててくれ。ああ、早めに頼むぞ。ありがとう旅人。こちらへどうぞ。ええ、ありがとう。国政が本を読んでる間、オイラたちは満足サラダを作ろう。その間シャンリンはどうする？私もその料理をすっごく習いたいけど、みんなここを離れちゃうなら私は国政に付き合うよ。じゃあオイラたちは行くか？そのまま作ってくれ、俺はここで見てる。一回見れば大体は覚えられるはずだ。よし、バッチリ覚えたぞ。感謝する。手順はもう大丈夫だよな。もちろんだ。これでもこの辺りで一番の料理人だぞ。じゃあ国政と三輪のところに戻ろう。国政、三輪、戻ったぞ。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ、その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかもかまど神に関して意外な記載を見つけることができたの。本には北西200里先に霧州が位置する、そこには多くの集落があり、人々は狩猟や農耕、織物などをして暮らしていた。かまど神が降臨した時、かの者は一から幾千万もの体に分かれ、無数の童子の姿となった。星が大地へ降るように、
その者たちは人々の住まう地に散ると火を起こし食の手助けをした。民はこうして火を手に入れ温かいものを作り米や汁を食し獣の肉を焼くようになった。これはリーウェ神話周囲の内容と全く一致せず矛盾する点が多いわ。一から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ？かまど神は何人もいるのか？文字通りだとそういうことになるわね。人々の住まう地に散ると火を起こし食の手助けをした。かまど神は料理を手伝ってくれるってこと？民を大切にする神のようだ。今二つの手がかりが矛盾してるけど、どっちを信じるべきなんだ？調査を進めてから結論を出すことにしましょう。貴重な本を読ませてくれてありがとう、元将。いやいや、とんでもない。逆に旅人にいろいろと助けてもらったし、いつもお前らには世話になってるな。今日はちょうど手が空いてるからみんなに美味しいものをご馳走したい。どうだ、用事は食事が済んでからでもいいだろう。ああ、この人料理の腕に相当な自信があるみたいだね。彼みたいな料理人はきっと美味しい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ旅人、この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね？断りにくいわね。問題ないわよ、元将。どんな料理か期待しているわ。じゃあ少し待っててくれ。みんなこっちこっち。ここに慣れてるのね。私とグオパーはこの席がいい。ロロロロロ、待たせたな。料理が全部完成したぞ。匂いを嗅いただけでわかる。この人私のいいライバルになりそう。おお、いい香り。食事を売りにしてない宿にこれほどの料理人がいるなんて思わなかった。泊まるにしても休憩するにしても美味しい料理を拒む人はいない。ここは名目上は旅館だが、実際には家にいるような感覚で過ごしてもらうため全てを兼ね備えているんだ。それじゃごゆっくり、俺は厨房に戻るよ。元将は今年の料理王決定戦に参加しないの？あ、もしかしてお前も？うん、参加するよ。それに決勝まで残るつもり。あなたの料理とっても美味しいから決勝戦で会えるのを楽しみにしてるよ。面白い。よし、決勝戦でまた会おう。まさか今のって宣戦布告？それよりも好敵手に出会えたという感じがするわね。うん、彼は本当に腕のいい料理人だと思うよ。作ってくれたものも美味しいし、料理から堅実さが伝わってくる。対戦相手として申し分ないね。それに清泉町のブロックさんとの勝負以来まだ誰とも料理対決をしてないからうずうずしてたんだ。そんな大げさだよ。我、クオパー、何やってるの？あ、その子が食べてるのって国生の好物を盗み食いしないの？そんな、私のエビのポテト包み上げ。あ、しかも一つも残さず食べちゃった。もう外にいるときはいい子にしてって言ったでしょ。ごめんね国生、後で弁償するから。大丈夫だって、もう一人前頼めばいいだろ。今日は元将のおごりだし。それは違うの。その時食べたいものが食べられなかったら別のものを用意してもその残念な気持ちを補うことはできないでしょ。美味しい料理は感情、食材、雰囲気が一つになってこそでしょ。どれか一つが欠けたらダメなの。確かにそう言われてみればかなり的を射た考えかも。国生、今すぐ弁償してあげるから
何が食べたい？食べたい食材とかある？好きなものを教えてくれたら手に入れてくるよ。過度な期待をしたら悪いし、彼女を困らせるのも私の本意ではないわ。ここはこの子の気持ちを汲んであげて。それなら作ってもらいたい料理があるの。祖父の手記に書かれてた古いレシピなんだけど。問題ないよ、私に見せて。リーウェイ校に戻ったら渡すわ。旅人、もうお腹いっぱいになったかしら。それならリーウェイ校に戻りましょう。手記を取ってくるから。私は家に帰って手記を取ってくるから、後で万民堂で落ち合いましょう。おう、なら私も準備してくるね。旅人はこの辺を見て回ってる？それとも店の中に入って休憩する？ちょうど彼に伝えたいことがあるの。シャンリンは先に用事を済ませててくれる？はーい。旅人、こっちへ。そのシャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら。国政、そんなことで悩んでたのか？おかしいかしら。なんでそんな目で私を見るの？国政は有能で自信があって、何でもできる感じがするから。そんなことないわ。シャンリンはいつも温かく迎えてくれるし、特に今回は私を助けてくれたでしょ。いわゆるその友達というか。とにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの。旅人、教えてくれない？そう。礼を言うわ。それじゃあまた後で会いましょう。国政、照れてたな。いつもの国政からは想像できない悩み事だったぞ。おーい、少し座って待っててくれる？私は荷物を準備するから、食材が足りてるかも確認しないと。お、もう聞くのか？どうしたの？お前が聞くんじゃなかったのかよ。オイラに丸投げするなんて。まあつまり、さっき防御旅館でシャンリンと国政が仲良くしてるのを見たんだけど、国政のことどう思ってるんだ？そうだな、国政はいい人だし、付き合いやすい性格でしょ。誰だってこういう人とは仲良しになりたいと思うけど。お前すごいな。オイラが初めて国政に会った時なんか、気難しそうなやつだと思ったぞ。そうなの？私は最初からいい人だと思ってたよ。さっきも王女旅館で国政がこっそりクオッパーに美味しいものを食べさせてあげてたのを見たしね。気づかなかった？いい人なのは分かってるぞ。ただ第一印象でそれに気づけたのか？第一印象、貝は食べたことある？貝って開けにくいけど、焼くととても美味しいでしょ。貝ならたくさん見てきたけど、焼いたのは食べたことないな。じゃあ今度私が焼いてあげるね。つまり国政もそれと同じだよ。第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど、接していくうちに優しい一面が見えてくるの。それにゴーパーに料理を盗み食いされたにもかかわらず、ゴーパーの面倒を見てくれるなんて、すごく感謝してるんだ。なるほど。なあ、オイラ分かったんだけど、シャンリンって直感で動くタイプだし、だから最初から国政と距離が近かったんじゃないか？人参とカニが残ってる。それとハムとキノコも。国政はどんなレシピを持ってくるんだろう。あれ、なんか急に外が騒がしくなったぞ。
何かあったのかな。あ、大きな鳥。あ、あの白いのって。無礼な。白いのとは何だ。わらわにはちゃんと名がある。龍雲釈風神君だ。龍雲釈風、仙人みたいな名前だね。なかなかに鋭いな、小娘よ。よくぞ見抜いた。先ほどの無礼は目をつぶろう。旅の者、久しぶりだ。なんだ、月追祭のためにリーウェイを駆け回っているのか。名高い旅の者がこの月追祭に参加するとは、今年の祭りはなかなかに侮れない。食と参賀のこと。そうだ、月追祭の期間は旬の食材が食べ頃となり、美食を味わうのに絶好の機会だ。君たちが祭りを多彩に飾りつける姿を見て、わらわもじっとしていられなくなってな。美食と料理を作ることに関して、わらわの腕と発想は誰にも負けぬ。仙人たるわらわの神髄を込めた新たなからくり調理神器を世に見せつけてやろう。からくり調理神器って何？からくり調理神器ってなんだ？まあ、そう焦ることはない。わらわはただ挨拶に来ただけだ。時が来ればおのずとこれが何なのかわかる。それと旅人、君は食に関してなかなかの見識を持っているようだ。その時が訪れたら、わらわが意向を放つための力となってほしい。協力してほしいってことか。理解したならそれでいい。司祭を言うまでもないだろう。要件は伝えた。俗世の地に長くとどまることはできない。わらわからの招聘を待つがいい。ではまた会おう。なんていうか風のような女性。いや仙人じゃなくて船長だったな。さっきの鳥、すごい方みたいだね。料理もできるなんて。そうだぞ、あいつは美食家なんだ。ここに集まって何してるの？仙人ならもう行ったみたいよ。国政戻ってたのか。待たせちゃったわね、シャンリン。これが祖父の残した手記にあったレシピよ。原本は家の外に持ち出せなかったから書き写したのを持ってきたわ。けどもともとこれは祖父が古書の中から見つけたものなの。その古書自体かなり古いものだから、ところどころ内容が欠けててね。レシピも完全じゃないみたい。それでわかればいいのだけど。おお、早速確認してみるよ。どれどれ。なるほど、後で試してみるよ。頼んだわ。あれ、皆さんここでどうされたのですか。この声は。お話中失礼します。私もちょうどこの辺りで買い物をしていたところ、騒ぎを聞きつけまして見に来たのです。龍雲釈風神君のことかしら。さっき私もあの方を見たわ。街中に突然現れるなんて、なんというか人騒がせな仙人ね。国政さんも彼女を見たのですか。あ、少しお時間をいただけますか。お聞きしたいことがあります。どうしたの、関羽。何か急な仕事でも。いいえ、仕事とは関係のないことです。私がお伺いしたいのは個人的な質問で、よろしいでしょうか。個人的な問題かしら。
でもそんなはずは。最近は仕事で特に問題もなかったし。いいですか？私本当に聞きますよ。え、どうしたの？龍雲釈風神君はかなり長い間ここにいたようですが、彼女から何か私の幼少時代に関わる話を聞きましたか？幼少時代について？話してなかったわよ。本当ですか？よかったです。彼女はいつも関係のない話をしてしまうのです。私に関するつまらない過去を喋っていないか心配で。安心して、何も言ってなかったから。そんなこと言ったらむしろ国政もカーオの幼少時代が気になってくるんじゃないか。話さないでください。大丈夫よ、興味もなければ聞くつもりもないわ。カーオには知られたくない秘密があるってことでしょ。他人がそれに口出しすべきではないわ。これは礼儀に関わることよ、当然でしょ。土星論でオイラが口を挟む隙もない。国政さん、あなた。わかりました、ありがとうございます。あなたはやっぱり優しくて思いやりのある、私の思っていた通りの方です。いきなりそんなこと言わないでよ。まあいいわ、相変わらず忙しいんでしょ。早く帰りなさい。そうですね。皆さん、私にはまだ仕事が残っているのでこれで失礼します。国生さんをどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと。もちろん、オイラたちに任せとけ。ありがとうございます。ではまた今度。そのことは忘れてちょうだい。みんな、ちょっと思いついたことがあるの。さっきのシン君を見て思ったんだ。もしかしたらかまど神も仙人の可能性があるんじゃないかな。お、確かにありえるな。断言はできないけど、その可能性は高いと思う。それなら仙人に聞いてみようよ。師匠なら力になってくれるかも。師匠、つまりシャンリンの師匠は仙人なの？うん、玉境内にいると思うよ。その人のところに連れてってあげるよ。師匠！シャンリンかい？シャンリンの師匠ってピンバーヤだったのか？これは驚いたわ。師匠、最近どう？元気だった？ああ、元気じゃよ。今日はわざわざバーヤの体を気遣いに来てくれたのかい？こんにちは。師匠、実は聞きたいことがあるんだ。かまど神って知ってる？かまど神か。もちろんじゃ。もしかして、かまど神と知り合いなのですか？そういえば、もうそろそろ月を異彩の時期じゃったな。なるほど、そういうことか。かまど神について知りたいことがあると？はい。最近、かまど神に関連すると思われる巨大な石が海から見つかり、私たちはそれの調査をしているところなんです。そうじゃったか。巨大な石が見つかり、それの調査を。皆の予想通り、わしはかまど神と知り合いじゃった。ただそれもずっとずっと昔のことじゃがの。月酔は元をたどれば仙人の際に、それを仙人のしきたりとは無縁のリーユエ人が真似るようになり、そして月酔の名を借りて様々な祭りへと変化した。
美しい月夜の日にみんなで集まり、おいしいお酒とお茶を飲んで料理に舌鼓を打ちながら旦那の喜びを祝うのじゃ。その後、元王帝君がある友人を忍ぶため、これらの祭りを月酔いという言葉でまとめた。天から大地を眺め月の誓いを行う。昔を懐かしみ今を思い団らんを楽しむ。それが月酔い祭なんじゃ。元王帝君、かまど神はリーゆえに数えきれぬほど貢献した。義を重んじる帝君はこの祭りで亡き友を偲ぶことにしたのじゃ。それらの祭りにはかつて存在したかまど神祭も含まれておったはずじゃ。帝君は伝統を重んじる。あのお方のようにできるかはわからないけど、これからは子孫である私たちが受け継いでいかないとね。国政よ、決して自分のことを卑下するんじゃないよ。後世の者が伝統儀式を大切にしていると知れば、帝君も必ずお喜びになる。ありがとうございます。国政様。どうしたの？国政様、行幸様がお呼びです。行幸が私を？重要なことみたいね。私は先に失礼するわ。もし私がなかなか戻らないようなら、行幸のところにいると思うから。行っちゃった。仕事モードの国政、なんだかすごい真剣な表情をしてたね。あなたたち、帝君の友人が誰なのか知りたいかい？知りたい。相変わらず鋭いの。世の中にはそれほど多くの偶然があるわけではないが、失われた祭り、かつての友人、これらはすべて同じことを指しておる。かまど神はばあやの友人でもあるんじゃ。しかし訳あって、かまど神はこの世に存在しない。同時に人々の記憶からも消えてしまったのじゃ。そんな。この事実は誰にとっても残念なことじゃ。ただ魔人は滅びない。わしらは約束したんじゃ。大地に世紀が満ちた時、かまど神は再びこの世に戻ってくると。本当に？よかった。師匠もかまど神のことが懐かしいんだね。かまど神のことを話してる時、とても仲のいい友達のことを話してるみたいだったよ。そうじゃの。あの日々は実に懐かしい。そういえば国政が調査しておるんじゃったな。あの子は根気強く、自分が決めたことは最後まで成し遂げる子じゃ。あの子の活躍を見るのは実に楽しい。力になってあげたいのじゃが、これは彼女にとって非常に重要なものとなるじゃろう。じゃから直接教えてやることはできない。国政の祖父も鎌の神について研究しておった。さすが彼の孫娘じゃ。これらの歴史はその謎を受け継いだ国政が自ら解くべきじゃろう。貧乏屋は国政のおじいちゃんと知り合いなのか？もちろんじゃ。リーゆえのものとは皆長い付き合いじゃからの。あの頃は彼女の祖父は今の彼女と同じくらいの年じゃった。まだ若者だったよ。あの二人はよく似ておる。何事にも真面目で粘り強く、恐れることなく挑む姿。リーゆえはばあやにとって大切な盆栽のようなものじゃ。美しく繁栄していく過程を見守ってきたからの。あっという間に
また新しい世代が育っていく。実に喜ばしいことじゃよ。枝に新しい花が咲くからこそ、木は永遠に生きることができる。皆が巨石を手がかりに調査しておるのは正しい。あの巨石こそが失われたかまど神の心臓であり、かまど神に関する秘密もすべてその中にある。わしもその石を見てみたいのじゃが、案内してくれるじゃろうか。ひょっとしたら一目見ただけで石のことがわかるかもしれん。みんな、今ちょうど君たちに迎えを送ろうとしてたところだったの。まさかその前に来てくれるなんてね。国政、巨石に何か変化はあったかい？石の一角にひび割れが生じています。中に何があるかはまだわかりませんが。おい、誰かがこっそり割ろうとしたのか？いや、自然によるものだと思うわ。私たちが持つ刀や棒ではびくともしなかったからね。どうして急にひびが入ったの？それは俗世のいろいろな行いがかまど神の力の源となっておるからじゃ。料理の熱気、団らんの喜び、あと少し頑張っておくれ。真実はもうすぐ明らかになるはずじゃ。かまど神って本によると食を司る神らしいけど、石が割れ始めたってことは誰かが頑張って料理してるからとか？かまど神は世間の力が源となっている。もしかまど神が炎と食を司るのであれば、もしかしたら料理をする時の情熱がかまど神の心臓に伝わってるのかしら。今年の月酔い祭のテーマである食と参加は私と行幸が決めたの。参加する人はみんな真剣に準備をしてる。パイモンの予想もあながち間違ってないのかも。それに月酔い祭の期間中、大勢の人が故郷に帰ってきて家族と食事を楽しむから、最近はどこも賑やかなんだよね。人が多くなると祭りの雰囲気も盛り上がってくるし。リーユエが少し賑やかになっただけで石にひびが入ったってことは、もっと賑やかになったら石が完全に割れるんじゃないか？間違いないよ師匠。そうだよね。試してみるといい。ええ、料理と関係しているのならこちらも好都合だわ。今年の料理王決定戦は屋内で予選を行った後、屋外で決勝戦が行われるの。その決勝戦は民衆が観覧できるようにもなってるから、きっと盛り上がるはずだわ。決勝戦が終わったらかまど神の正体もわかる。そういうことだな。その可能性は十分ありえるわ。私はもう申し込んだから、きっと力になれると思うよ。ええ、シャンリンみたいな優秀な料理人ならきっと決勝戦まで進めるわ。料理対決の話をしてたらお腹が減ってきちゃったぞ。すっごく楽しみだ。明日目が覚めたらもう決勝戦になってたらいいな。今日は月酔い祭新編の…シャンリン来たぞ。旅人パイモン、聞いた？私、料理王決定戦の予選を通過したんだ。本当か？やったな。普通に料理を作ってたら通っちゃった。おっと、調子に乗っちゃいけないよね。今日はあなたたちに頼みたいことがあるんだ。新しい試作料理を作ってみたから味見してもらいたいの。それで何か助言があれば欲しいんだけど。旅人、一口どう？ああ、そうなんだ。しかもオイラたちシャンリンの料理をしょっちゅう食べてるから、あまり客観的なことは言えないかも。オイラたち以外の人に何人か試食してもらった方がいいと思うぞ。なるほど。
そうだね。うん、それなら最初は北斗姉さんがいいかも。確かに北斗なら頼もしいし、ちょうどいいかもな。よし、早速北斗を探してみようぜ。この時間なら布団にいるはずだよ。料理を包んで布団に行ってみよう。見つけたぞ。北斗は深淵と一緒にいるみたいだ。北斗姉さん、深淵、お話し中？シャンリンか、ちょうどいいところに来た。あんたの話をしてたところなんだ。北斗さんがあたいたちを船に招待したいとさ、船の兄弟たちが会いたいって言ってるらしいぜ。お前ら本当に仲がいいんだな。北斗姉さんと深淵は私の常連客だからね。たまに北斗姉さんの船で食事の世話をしたりするんだよ。それに最近深淵も船でライブしたいって言ってたよね。最高の音楽はみんなとシェアしなくちゃな。いつか時間があったらあんたらも聞きに来てくれよ。そうだ、私今年の料理王決定戦の決勝に進んだんだ。試合で出す料理を作ったんだけど、みんなに一食してもらいたいの。おお、いいぞ、ちょうど酒のつまみになる。ああ、腹が減ってたところなんだ。早く食べさせてくれよ。おひょー、このフーロンジービン最高だぜ。こんなうまい料理をつまみにできるなんて幸せだな。なんだかみんなすっごくテンション高くないか。フーロンジービン、お食べください。水晶エビ、この3つの料理は全体的に薄味な感じがするな。これ3つとも薄味って言えるか。私らいつも海の上を行き来する人間は常に選択肢というのが少ない。特に遠くへ航海する場合、食料を節約しなきゃならないんだ。だから陸に戻った時ぐらいはちょっと脂っこい熱々の料理が食いたいんだよ。北斗と行こうの好みって全然違うよな。そうだな、北斗さんの好みはあたいやシャンリンに似てるんだ。行こう、あの女とは反りが合わない。好みが違いすぎて一緒に食事ができないんだからな。でもこの前話してた時は仲良さそうに見えたぞ。力が拮抗してるのも一種のバランスなんだよ。そういえばあいつが食べてた白菜のお湯煮を見た時は呆れて物も言えなかったぜ。すげえわかるぜ。白菜のお湯煮は確かに上品で見た目が綺麗かもしんねえけど、味に面白みがない。やっぱ口に入れたら炸裂するような味の料理が一番だ。私の試作料理、深淵も薄味だと思う？薄味というか、なんだかリズムが足りないって言えばいいのかな。同感だ。味は申し分ないが、大会に出すと考えるとちょっと気迫が足りないな。リズム？気迫？料理にそんなもの必要なのか。リズム、気迫か。シャンリンならリズムを理解できると思うぜ。ただあたいはミュージシャンだし、料理に関しては素人だ。あたいの助言なんかそんな気にしないでくれよ。そんなことないよ、深淵と北斗姉さんの言う通りだ。リズム、そして気迫。うん、なんだかつかめた気がする。私も料理しながら同じことを考えてたんだ。新しい組み合わせなのになんだかビビッとくるものがないというか、ズバッとくる一撃が足りないように感じてたんだよね。なんだかつかんだみたいだな。でも料理と音楽に共通点があるのか。余計何言ってるのかわかんないぞ。オイラをからかってるのか。よし、改良の余地が見えてきた。おお、うまくいきそうだな。思い切って挑戦しろよ。あんたは優秀なんだから
絶対に優勝すると思うぜ。シャンリン以上の料理人はリーウェ校にまずいないからな。そうだよな、北斗さん。なんだかんだ言ってシャンリンは私が一番見込んだ料理人だ。私が認めるようなやつはこの世にそういないんだぞ。私頑張るよ。ありがとう。それじゃ応援してるぜ。私はシーエンと一緒に一旦船に戻る。シャンリン、あの二人は好みが偏ってたけど大丈夫なのか？薄味が好きな人も探してみたらどうだ？確かにね。北斗姉さんは油多めの熱々料理が好きで、シーエンは辛いものが好き。念のため他の人の意見も参考にした方がいいかもね。薄味が好きな人、旅人、誰か心当たりあるか？誰のことだ？なるほど、確かに薄味だな。じゃあもう一回ボージョラ館に行くか？なになに、誰のこと？この前会えそうで会えなかった人のことだぞ。あ、思い出したぞ。名前を呼んだら駆けつけてくれるんだったな。でも名前を呼んだだけで本当に聞こえるのか？もう少し静かで町から離れた場所で試した方がいいかもな。じゃあ3人で順番に呼ぼう。え、私もやるの？オイラが最初な。コハン、ショー。何も反応がないみたい。もう一度だ。ショー。おい、まさか来ないんじゃないか？つまり呼んだら駆けつけるってすごい人があなたたちに約束してくれたの？で、オイラたちとじゃなくてこいつとだけ約束したのかも。なるほどね。じゃあ旅人が試してみようよ。パイモンたら勘違いしちゃって。う、残念。なんだ？うわぁ、本当に来た。我の名を呼んだだろ。どうした？約束したことを我は必ず守る。あっという間に駆けつけるなんて、さすが仙人。仙人なの？ショーって呼んでいいのかな。こんにちは。私が旅人にあなたを呼ぶようお願いしたの。私はシャンリン、料理人です。今年の料理王決定戦の決勝に進出したから、それに向けて料理をいろんなお客さんに試食してもらってて。客？我がか？はい、あなたは薄味が好きだって旅人から聞きました。薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって意見を聞きたいんです。お前の願いであるならよかろう。やったー。はん、どうだ食べられるか？無理するなよ。なかなかに美味だ。お前のその手際良さはある料理人を彷彿させる。お前はそいつと同じで心を満たすいい料理を作る。二人とも悪くない腕だ。おい、ショーが言ってる料理人って現象のことじゃないか？強いて言うならば、この二つの副菜は
我にとって味が少々濃かった。少し手を加えればより良くなるだろう。我の所感だ。深く気にすることはない。参考にするか否かはお前が決めろ。うんうん、副菜の味薄めっと。メモしたよ。仙人さん、ありがとうございました。会えて嬉しかったです。ならば我は去るとしよう。またいずれ。本当に来るとはな。今もう一回呼んだら来てくれるかな。冗談だって。旅人パイモン、いろんな人に試食してもらってどうしたらいいか分かったよ。おお、よかった。苦労した甲斐があったな。この考えを形にするため帰っていろいろ試してみるよ。本当にありがとう。そうだ、決勝戦は玉境内でやる予定だから必ず見に来てね。おう、応援してるぜ。うん、勝ってみせるよ。今年のリーウェ料理王決定戦の決勝へようこそ。私は委員会に指名され今大会の審判兼司会を担当することとなったエンヒだ。あ、エンヒだ。エンヒもこの大会に関わってたのか。今年の料理王決定戦はリーウェ七星主導のもと、様々な機関が運営に携わる大会となっており、予選と決勝戦の2段階に分かれている。すでに予選は終了し、リーウェの各地域から集まった猛者たちはふるいにかけられた。本日その予選で残った2名の選手が決勝戦で相まみえることとなっている。決勝はこれよりこの場で皆の前で行われるぞ。審判として私は委員会とリーウェを代表し、決勝戦の公平と公正を保証する。続いて本大会の審査員を紹介しよう。審査員は委員会の者と観客に分かれている。委員会の審査員はこの3名だ。テンチュエン、行幸殿、ユーヘン、国政殿、そしてベテランの食通、天王寺。この3名に加え、委員会は会場にお越しいただいた観客の中から10名を選び、両選手の料理を味見していただいた後投票をしてもらう。つまり計13名の審査員がおり、それぞれ2名の選手に票を入れることになる。票数の多い方が今年の優勝者だ。おお、盛り上がってきたぞ。それではいよいよ待ちに待った選手入場の時間だ。さあ2人とも左に立つは敵歌集予選のシード選手。包丁に漂う香り、怪盗の胸郭、現象。よろしくみんな。わあ、現象も決勝戦に進んだんだな。でもなんだかすごく緊張してるみたいだぞ。現象、いつもの調子を出せ。お前はオーナーと支配人の自慢だろ。え、おう。右に立つはリーウェ校予選の実力派王者、猛火の嵐、妙手の料理娘、シャンリン。あー、そして彼女の謎の助っ人、無名の生き物、クオパーだ。みんな、私頑張るよ。さあ選手たち、私に宣誓を。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負することを誓ってくれ。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。私も公平公正平等を原則に決勝戦を見届けよう。続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう。皆さん、今年の料理王決定戦の決勝戦にお越しいただき感謝します。私は天中園行幸、主催側を代表して今回の料理のテーマを発表するわ。テーマは陸水の儀よ。陸水の儀、
今年の月酔い祭の食とサンガにぴったしだな。大地と水の流れ、その両方を表現してるみたいだ。奥が深い。本大会に細かな決まりはないわ。二人には料理で勝負してもらう。提出する料理は審査員の好みを狙ってもいいし、実力で会場にいる全てのものを魅了するのももちろん歓迎。それでは二人の活躍を期待してるわ。決勝戦の調理時間は1時間。主催側が用意した食材を使って料理を作ってもらう。それじゃあ準備はいいかな。ではリーウェ料理王決定戦決勝始め。みんなにお前の実力を見せつけてやれ。旅人とパイモン試合を見に来てくれてありがとう。安心して、最高の料理を作ってみせるから。おやおや、おっと、会場で珍事が起きているようだ。シャンリン選手の謎の助っ人が対戦相手を手助けしている。審査員の皆さん、これはどういうことなのだろうか。この謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で、二人で一つであることは事前に知らされているのだが、この状況は一体？問題ないわ。それにその助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。若者同士の対決は実に素晴らしい。わしはこのまま見届けるとしよう。これについては私が説明するわ。この決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるの。そして双方が今大会の規則に違反してないことが確認できてるわ。シャンリンは優秀な料理人で、その助っ人はシャンリンの仲間であり家族でもある。シャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている。助っ人にできることは火をつける程度よ。シャンリンの腕前からすれば、薪で火をつけようが助っ人を使って火をつけようが大差ないわ。みんなが心配するのもわかる。助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて確かに変な光景だもの。けど今は同じように元将選手の傍らで元将の応援もしてる。つまりこの助っ人がどの選手も公平に扱っていることを証明してるわ。味方もその相手も励ましている。公平な助っ人よ。そうだよ、グーパーは私の助っ人じゃない。ただ料理をしてるところを見るのが好きなの。元将のそばに行ったのもきっと元将の緊張をほぐすためだと思う。みんなに保証する、グーパーは試合の邪魔をしない。というよりも元将が実力を発揮できなかった時の方がこの決勝戦にとっても大きな損失になるんじゃないかな。私も傍受旅館で元将の料理を食べたことあるんだ。彼はすごい料理人だから、本当の彼と正々堂々勝負したいの。なるほど、面白いじゃない。天王寺、あなたはどう思う？文句などない。あのように公平な競技精神を持っておるとは大したものじゃ。ということで、我々委員会と審判はこれを認める。よって試合は続行だ。元将、大丈夫？俺もよくわからないんだ。ものすごく緊張しまって。くそ、こんなに手が震えるなんて。深呼吸して気を楽にして。私もそういうことがあったから、いい方法を教えてあげる。心の中で平気だって繰り返すの。もしくはお父さんのこと思い出して。親父を、そんなんでいいのか？だって私はそうしてきたんだもん。ラララ、じゃあお袋のことを思い出してみるか。あ、お前は戻ってくれ。俺は大丈夫。俺のせいでお前の足手まといになっちゃいけないからな。ならないよ、だって料理は完成してるもん。何？俺も負けてらんねえ。
うんうん、その息だよ。凄腕なんでしょ、本気出して。この前元将が作った料理は最高だったよ。俺は、そうだ、俺ならきっと大丈夫。シャンリン、あとそこの、とにかくありがとう。すぐ仕上げるから。ああ時間だ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ。私の料理は、主菜ジョジョジン、副菜リーウェサンス、天津水晶エビ。料理のテーマは陸水の儀、海と陸地の両方を、つまり獣肉と鶏肉、そして海鮮を使ったの。私の主菜ジョジョジーは鶏肉と唐辛子の組み合わせだよ。絶雲の唐辛子は山々で育った山の幸で、鶏肉は空からの恩恵だね。リーウェサンスーにも鶏肉を、そしてハムとタケノコを使ってる。この料理も山の恵みを感じられて、辛さと鮮度、暑さと冷たさが絶妙なバランスをとり、ジョジョジーと相性がいいの。最後の水晶エビは米、エビのむき身、人参で作る料理だよ。米から作った薄く透き通った皮でみじん切りにした人参とエビを丸ごと包み、プリッとした食感に仕上げてある。エビは海の贈り物。米の皮でギュッと包み込むことで海と大地が溶け合い、ほんのりと甘みのある味になるんだ。最後の一品にぴったりでしょ。うーん、素晴らしい解説だった。続いては元将選手、料理の紹介を。俺の料理は仙腸椒、ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。シャンリンが言ったように、陸水とは海と陸地を意味する。空を飛ぶ鳥、地を歩む獣、泳ぐ魚やエビ、俺が使った食材もこれらのものだ。仙腸椒はリーウェの名物料理。俺はボージョ旅館の料理人として、この料理こそが旅館の切り札だとずっと考えてきた。この料理は複雑で、食材の扱いが非常に困難だ。燻製したハム、カニ、エビと松茸を使用してる。この試合に敬意を表すため作った主菜だ。副菜のミントの和え物はすっきりとしていて、仙腸椒の濃厚な味とぴったりだろう。そしてエビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ。濃厚なスープを一口飲んだ後に食べると、これ以上至福な時はない。うわー、こんなに離れてても香りがここまで。もう我慢できないぞ。それでは審査員の皆さん、どうぞご試食を。素晴らしいわ。どちらも緻密に作られていて絶妙な味わいね。エビのポテト包み揚げをもう一つ、いや、二人の料理をもう一度味わってみるわ。シャンリン選手の発想は実に面白い。例祭を主菜にするとは、大胆なことをしておる。このジョジョジーはとても独特じゃ。例祭とはいえ、唐辛子は炒めてあって、ほのかに熱を感じる。噛むと唐辛子のピリ辛さと胡椒の風味が口の中に広がり、実に素晴らしい。この仙腸椒、とても美味しいわ。リウエサンスーの味付けもちょうどよく、上品な味わいね。うん、素晴らしい出来だわ。それでは審査員の皆さん、じっくりと考えて投票してくれ。また委員会が選出した観客にも審査員として評価してもらう。幸運にも試食の資格を得た皆さんは公平な判断のもと投票を頼む。キュー、オイラたち選ばれなかったぞ。どうして審査員にしてくれなかったんだ。本物の食通なのにオイラに審査させないなんて損してるぞ。こんなに美味しい料理と凄腕の料
理人がいっぱいいるけど、オイラに優しくしてくれるのはやっぱりお前だけだな。皆さん、お待たせした。投票結果の集計が済み、その結果が行幸殿に渡された。それでは行幸殿、リーウェイ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。今年のリーウェイ料理王決定戦の優勝者はドキドキ。一票差でシャンリン選手の優勝。やったー、おー、接戦だったみたいだな。やっぱりか。分かってたさ。激しい勝負の末、今大会の優勝者が誕生した。リーウェイ高地区のシャンリン選手が一票差で敵下州地区の元翔選手を破り優勝。勝負は必ず決するものだが、票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ。二人とも優秀な料理人であることは間違いなし。全力を尽くして戦った二人に拍手を。観客の皆さん、リーウェイの皆さん、大会へお越しいただきありがとう。審判のこの私が、試合結果は公平なものであり、今年の料理王決定戦が無事終了したことをここに宣言する。大勢のご来場に感謝します。またお会いしましょう。ああ、帰る際は他の人に迷惑をかけないように。それと忘れ物がないかよく確認してくれ。シャンリンのとこに行ってみよう。元翔、今回は私の勝ちだけど、あなたの料理一口だけ食べてもいいかな？もちろんだ。俺にもお前の料理を食べさせてくれ。さすがだ。負けを認めざるを得ない味だよ。はあ、この船長賞もとっても美味しい。美味しすぎて涙が出ちゃいそうだよ。気に入ってくれたということは、お前は見る目のある料理人だ。うん、私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの。人にとって食は何よりも大切で、お客さんがいるからこそ食文化は存在する。家庭料理を甘く見ちゃダメだってね。お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが、まさか小さな店の出身だったとは。巷には凄腕の料理人が潜んでいるものなんだな。あなたもね。旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょ。あんなにいい料理を作れるのもうなずけるよ。お前はいい相手だった。機会があればまた手合わせしよう。うん、次は今日よりも強くなってるからね。約束だぞ。旅人パイモン、お待たせ。さっきの料理は食べられた？まままい、その話はやめてくれ。審査員に選ばれなかったんだ。気にしない気にしない、戻ったら作ってあげるよ。本当か、やったー。ああ、そういえば私と元翔に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった。高級食材セットと賞金が送られるらしいの。だからちょっと行ってくるね。後でまた会おう。行っちゃったな。まあ嬉しそうでよかったぞ。そういえばさっき国政が行幸と一緒にどこか歩いてったな。大会に関する用事でもあるのかな。後で心臓がどうなったか聞きに行ってみようぜ。ここにいたのか。うん、来てくれたのね。あれ、浮かない顔だな。何か悩み事でもあるのか。うん、旅人、
ちょっと困ってることがあってね。さっきの試合、実は現象に票を入れたの。国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか？いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、どうやって言おうかしら。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？料理対決の時は斧が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私有を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。そうよ、ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの。いけないかしら。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え？国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかな。そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから、国政みたいな友達が必要なの。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃない。それに行子さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行子さんとはお互い気を使わない中で、たまに船で木々で対局するんだって。行子さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ。国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ。旅人シャンリン、そういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。どう、忘れるところだったぜ。早く確認してみよう。おかしいな、石に変化はないぞ。そんな、試合はあんなに盛り上がってたのに。まさかあの試合じゃかまど神を蘇らせることはできなかったのか。もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなって。そうだろシャンリン。うん、時間があるからもう少し待とう。それにみんな一緒だから退屈もしないでしょ。そういえば国政、いいお知らせがあるんだ。この前もらったレシピなんだけど作れそうなの。師匠が試合前に来てくれて、欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ。今ならきっとその料理を作れるよ。すぐ場所を探して作ってあげるから少し待ってて。シャンリン。そうだ、
人も一緒に来てくれる？ん？シャンリンのやつ、現象に勝ったばかりなのに、オイラたちに挑戦するのか？違うよ！レシピを集めるのが好きなんでしょ？旅している時にこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだ。そうだったのか。オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われても。何よ、料理を作るんでしょ。ほら早く行ってきなさい。戻ってきたぞ。私と旅人でそれぞれ作ったよ。温かいうちに食べよっか。それじゃあいただきます。どうした、そんな顔して。私、これがあのレシピの味なのね。失礼したわ、シャンリン、旅人、これを作ってくれてありがとう。私が望んでた味だわ。とても美味しい。しかも不思議な感じがする。祖父と過ごした日々に戻ったみたい。本当に？よかった。さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時に、この料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの。作り方を知っていたっていうことは、レシピがなくても作れたのか？うん、昔お父さんに作り方を教えてもらったんだ。でもこの料理は国生のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか？この料理だけど、私が思うにおそらく祖父が考案したものではないと思うわ。私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。それと同時に学者でもあったわ。古書を収集するのが好きで、失われたリーウェの伝統文化にも知見があった。幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわ。さまざまな本を読み、元王帝君が実在するのかどうか話し合ってた。果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど、祖父はこう言ってたわ。本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない。国政のその疑問は我々子孫が追い求め見極めるべきだ。祖父が亡くなった後、私は成長して七星の一員となった。それ以来元王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ。元王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。元王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。そして書斎にあった手記のことも。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、あの人が蘇らせたかった古き時代の料理。ただ残念ながらあの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど、祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた。本当に懐かしい。あの頃食べていた味に似てるわ。古き時代の料理？この蒸しまんじゅう、そんなに長い歴史があるのか？私のお父さんは、そのまたお父さんから教えてもらったんだって。この料理は、私の家に代々伝わってるらしいよ。うちでは、ピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから、特に旅先で食べるのにぴったりなんだよ。あらあら。グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。グオパーと初めて会った日？うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけてピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだ。その後うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。
それ以来この子はずっと私についてきて、今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら石を見ろ。爆発した。これはクーパー、どういうこと。あれ、ピリ辛蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーヤ、見るよ、この心臓まるでグーパーみたいだぞ。ほっほっ、そうじゃ。何せグーパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからの。グーパーが魔人？あれ、にぎやかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうか、わしに聞いたじゃろ。あれの答えは、ぜでもあり、ひでもある。かまど神は民を思い、そして人々の願いをかなえるため、身を粉にしてきた神。この神にとって、心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが国政があの料理を食べたとき、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていた答えだけでなく、大切な祖父との思い出もよみがえった。その願いが叶ったときに湧き上がった大きな力が、かまど神の心臓と共鳴し、かつての姿となって地上に現れたのじゃ。当然、かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。はぁ。全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？ちょっと待って。グオパーに何があったの？もしかして、今のグオパーは昔と違うの？かつて、この者はリーユエの大地の守護神じゃった。今はシャンリンのグオパーじゃがの。過去に持っていた知恵と力は、すべてこの大地に捧げられておる。魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって。大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。大干ばつ、洪水、豪雨、暴風、地震、津波、火災、病、リーゆえの力、災害が完全に消え失せることはなかった。過去に現れなかった災害も後になって生まれてくる。その影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃ。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を起こした。リーゆえに最初の光を灯したのも、幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのも、かまど神じゃった。人々はすでに、かの者のことを忘れてしまった。じゃが、かまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。
ろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった。千年前、人々は平野に集落を作り、そこをキリシュと名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リーユエ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため、力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり、別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とろ過の神王を帝君とわしに告げると、長い眠りについた。再び目が覚めた時、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて、共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーユエのようにも。天地の恵みにより、雨と風の祝福を受け、山海が歓喜する。星が巡り、世は遷移したが、世界の本質は変わらない。名を馳せようと食行を頼りに進むのは大事なことよ。今昔の諸事は激動に流され、新たな才が現れた。食とは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら、食べるということは至上の霊気をいただくものであり、飲むということは天地の聖水をいただくものじゃから、同時にそれは最も重要なことでもある。人は生きていく以上、空腹を満たさなければ力が出ない。そして食べるということには、大きいものから小さいものまで様々とある。小さいものとは、米一握りを食し、岩に流れる水を飲み、腹を満たすこと。大きいものとは、月と星の甘露を壺で飲み、千年の道を導くこと。うるき友よ、あなたが眠っている間、リーユエはすっかりとにぎわい、美しくなった。嬉しいかのう。クオッパ、こんなに大事なこと、なんで教えてくれなかったの？ねえ、もう昔のグオパーじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなかったんだろう。グオパー、来なかったら。シャンリン、
山林、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオパーはかつての知性を失ったが、悩みのない生活を暮らせるようになった。この世で全ての悩みから解放された者などおらん。わしらは知恵と心を持っているゆえ、自然と様々なものに惑わされる。そしてかまど神は知恵と勇を合わせ持っておった。前線で戦ってきた分、今は休ませてやろう。こうして何のしがらみもないのは休めている証じゃ。この子をもっと大切に。一緒に旅をして様々なものを食べ、世界を回ってあげなさい。うん、必ずそうする。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれた。いくら時が経とうとも、グオパーは自分が考えた料理を覚えていた。そしてシャンリンが再現して作った料理を認めた。そうじゃ、故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる。昔のことを思い出せなくとも、グオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えた。じゃからこそシャンリンについていったのじゃ。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわね。シャンリンって本当にすごい料理人だわ。うん、そうだといいな。お客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だから。さて、時間も遅くなっちゃったわね。私は他に用事があるから先に失礼するわ。旅人パイモン、シャンリン、ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわ。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。師匠も久しぶりにうちでご飯を食べない？お父さんは師匠のことをよく心配してるの。師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだ。そうじゃったか。ならお言葉に甘えてご相伴に預かろうかの。さあ、この古い道をゆっくりと進むんじゃ。山を降りてリーユエの皆の様子を見てみるといい。お父さん、帰ったよ。また無理してるの？そういうのは私に任せてよ。おい、グオパーが逃げたぞ。お前か、久しいな、友人よ。わらら、おやおや、あなたもここを散歩してたのかい？この時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。散歩とはいいものじゃ。わしらが開口する機会を与えてくれた。グオパーはあなたのことがわからないが、それでも喜んでおる。グオパー、いろんなことを忘れちゃったのに、それでも親しい人を感じ取れるのか。友情とは元から時代を超えて存在するものだ。旅人、月酔いという言葉についてどう思う？名月を見上げれば全ての思いが込められていることがわかる。この感情と風景の中、星々に照らされ月を追って思いを馳せる。亡き友の恩を感じ、古き友の情を受け、時の真意を追求し、先週の城を周遊する。これら全てを月酔いという。わしは随分と年を取ってしまったから、何を見ても感傷に浸ってしまう。しかし子供たちを見ていると、そこに美しさを感じ取れるんじゃ。
豊かな生命力が地下から湧き出るように、この1000万年の時を歩んできた古き大地は今もなお輝かしい。旅人、あなたに見届けられたこの月酔い祭はさらに面白いものとなった。シャンリンにお茶を入れてもらうといい。ゆっくりとお茶を味わいながら思う存分語らうといいじゃろう。